はい、逮捕ね。月曜日のお時間でございます。私、ピロンピロン下里と、隣には、レジ金泥棒の新田がいます。いや、撮ってないです。新田です。本当は撮ってます。撮ってないです。ですね、今から行くところはですね、糸満市のとあるビーチへ向かってるわけなんですけれども、そこがですね、僕がよく親に小さい頃連れてってもらっていたビーチでして、二十歳ぐらいの頃にですね、まあ免許を取って、女の子の友達と当時ですね、ドライブしようかとなりまして、ね、まあ僕が糸満市の出身ということもありますんで、糸満市をぐるぐると案内してたわけですけれども、その時に、あ、そういえばここのビーチ、小さい頃よく来てたなと思って、こっちちょっと入ってみようということになりまして、で、向かったんですが、向かってる途中このビーチに近づくにつれて激しい頭痛に私が襲われまして、でうわきつーとなって、もうダメだ、これ以上入ったらなんか悪い予感しかしないということで途中で引き返したビーチがあるんですけれども、そこ今は再開してるんですが、一度閉鎖されてるんですよ。幽霊心霊的なものが原因でそうなったのかというのが正直わからないんですが、そこが今再開してなんかキャンプ場みたいになっているんですよね。まあ同じように激しい頭痛に襲われたりですとか、何か霊的なものがあるのかという検証に行きたいんですけれども、調べたら結構ね、海が干潮の時とかは歩いて行ける離島がありまして、でそこにこうお祈りをするような場所がたくさんあると、まあユータ、沖縄の霊媒師ユータがお祈りをしているような場所なのか、それはどうかわからないんですけれども、まあ右岸するような場所がたくさんあると、まあもちろん遊び半分ではいけないんですが、こう霊的なやつ噂も結構やっぱりありまして、うん、もしかするとそれが原因で閉鎖したのかなというふうに思ったりもするんですが、まあ今キャンプ場として再開してるということで、いけるかこれね、新田くん、はい、なんか自分そこの場所分かりますよ的な感じで来たのはいいんだけど、急に人とか出てきたら怖いぞ。いや、そうっすね。ごめん、絶対行けんだろ。そうっすね。ほら、立ち入り禁止になってるし、ちょっと違う場所に入っちゃいましたね。全然違う場所に来てるよね、あなた。僕そこの場所分かりますよとか言ってたら全然分かってないな。あれ、ごめんなさい、これはまた一回調べてから行かないといけないぞ。ねえ、ごめんなさい。ちょっとしか待たないよ、こっちは。いや、ほら、調べたらほら、ここがそうなんですよ。多分、あ、ちょっと後ろでした、ごめんなさい。ちょっと後ろでした、ごめんなさい。どこの豚の骨だよ、お前は。いや、馬の骨でしょ。まったく。やめてよ。後ろ側っすね。後ろ側かい。怖いんだから。いや、失礼しました。いや、本当にたどり着けるのかい、これ。いや、もう着きます。怖いよ、こっちは。というかさ、この時期今8月、もう8月になるじゃないですか。はい。この時期さ、もう霊的なものよりも何よりも一番怖いのってハブなんですよね、本当に。もうハブがこの辺はね絶対出ますから、それが一番怖いんですよ。ピロンピロン下里は、ピロンピロン下里、今までまあハブ見たことありますけど、やっぱりピロンピロン下里的にハブが一番怖いなと。幽霊なんかよりも何よりもハブがピロンピロン下里は怖いと思ってますから、ピロンピロン下里はね、ハブ怖いと思ってるんですよ。そんなピロンピロン下里のことどう思います？一人称うるさいっすね。え？さっきまで私とかさ、ピロンピロン下里ってなんで全部で言うんですか？
これもうそのビーチに着く頃にはもうさ、はい、明るくなってるんじゃないの。いやいや、もうそろそろらしいんで。でも一応今から17年前くらいに私が来た時は、もうそのビーチに近づく200メーター手前ぐらいではもう激痛に襲われましたからね。本当ですか。めちゃくちゃ元気だったんですけど、あの時。今よりも若くてアグレッシブな時期ですから、まあ一っ子一人いないし、車も全然通らないし、これ本当に急になんか出てきたら怖いな、人とか。うわ、カニ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 、土のカニがいたの。神みたい。いや、僕はね、結構やっぱ動物を崇めてますんで、今の生き物もね、カニ様って言ってますよ、僕は。いや、神様みたいに言わないこと本当に崇めてるじゃないですか。あれは土の神様ですね。神様みたい。海の神様も好きなんですけど、ね、それはもう普通のカニよ。あ、やっぱここだ、入ってきたところですよ。え、さっき俺はこっちから通ったじゃないですか、うん、あの道。じゃあ左ってこと。そうっすね、左行って。てかもうすでにだいぶ怖いんですけど、でもなんかキャンプやってる感じも全然ないな。そうっすね。で、一応入ったところがそのビーチらしいんですけど、入れるかしら。一応こっからなんかあのほら看板みたいなの見えるんですか、光ってるやつ。あれ看板なん、多分看板は、こんばんはみたいに。そうそう、行けるらしくて。どうも、こんばんは。いや、こんばんはみたいな。松木です。沖縄の不動産会社の松木。ローカル CM のやつ。本当にまっすぐかしら。一応ほらこっちでこれで見ると。あ、本当だ。じゃあまっすぐか、行ってみるか。ここなんですけど、これ行っていいのかな。ちょ、なんか管理地とか書いてるからさ、ここの部分だけが管理地なのか、この道路が管理地なのかっていうのがちょっとわからないですね。そうそう、一応行ってみますか。え、右側じゃないんだ。あ、こっちです。こっちは今、あの、まあ、なんか、あっち行くの怖かったんで、こっちにちょっと入っただけなんですけど。え、でも多分、キャンプやってる人たくさんいると思うんだけどね。あ、そうなんですか。でも、今のところは別に僕は頭が痛くなったりだとかは、そんなのは全然ないですけど。この奥がそうですね。キャンプ場？キャンプ場ではない。あ、キャンプ場、キャンプやってる人いる。てか、あの、あんまりライト照らさないで。あ、めっちゃ左に曲がろう。とっても迷惑だよ、お前。ただ失礼な人だったわ。お前、本当に元気ですかじゃない。それこそ本当にこんばんはじゃない。いや、こんばんはみたいに言わないですよ、俺。あ、でもなんかちょっと安心したというか、キャンプやってる人たちいますね。そうですね。ああ、はいはいはい、トイレね。あ、車とかも結構いる。そうですね、1台。そうそうそう、こっちなんですけど。あ、これ以上はいけないね。一応左折でぐるって回る感じですね。はい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 。中に行くともう本当にビーチの駐車場、ここが駐車場というか車になってるんだ。止めれる場所なんですけど。ええー、一回行ってみるじゃん。行ってみますか。あ、でも十何年前来た時はもうめっちゃ頭痛かったけど、もう全然大丈夫だな。あ、めっちゃキャンプして、キャンプして。あ、ほんとだ。なんか、あ、いや、もうなんか整備されて、またそこに行ったら怖くない？穴開いてたらどうするの？確かに。なんでそのままバックしないの？いや、そのままバックするの怖いからさ。待って、バックモニターに人が映ってない。怖い、人が映ってるみたいに。バックモニターに人が映ってない。はい、行くよ。怖いよ、やめてよ、もう本当に。あ、もうでもこっち前は、あ、もう前は海よ、もう。あ、ちょっと砂浜じゃない。砂浜、見えうになってますね。そうですね。すごい。あ、今ちょっとカメラに少しだけ映ってるけど、微妙に本当に映ってるけど、あれが干潮だったら行ける、歩いて行ける離島か。あそこがめちゃくちゃ祀られてる場所だね。
霊的な場所というか神様がたくさんいる場所かもしれないね。うん、それでちょっと頭が痛くなったかもしれないな。幽霊とかではなくて、でも今この時間こうやって照らしてるとなかなか雰囲気ありますもん。肉眼だと島が見えるんだけど、カメラだとちょっと島が見えづらいかもしれない。あ、この今照らされてるところ、うんうんうん、これですね。だからもうなんか今来た感じでも悪いところというよりかは本当に神聖な場所、うん、悪いところではない感じしますね。ただここに来る道中の雰囲気がちょっと怖かったの。一応なんかということでですね、まあ、今回ちょっと来てみたんですけれども、まあ、特に怖い感じはなく、まあ、安心してとは言えないですけれども、まあ、沖縄ですからね、安心ということはないと思うんですけれども、まあ、キャンプしてる人たちもいるし、十分楽しめる場所じゃないかなと思います。特に僕も頭が痛くなることはなかったんで、まあ今日の動画はですね、お察しの通り取れ高なしということでやらさせてもらってますが、ああせっかくだから怖い話一個しますか。じゃあまあ今隣で運転しているまあ新田さんなんですけど、まあ僕の後輩ですね。地元も一緒で実家も本当に歩いて3分くらいの距離で、まあちょっと面倒を見ている時期とかも長くて、今も現在も面倒を見ているというような状況なんですよ。本当にポンコツなのでね。うん、で最近まあ彼がですね、僕に気を使っていつもお世話になってますということで飲み物を買ってきてくれたんですよ。右手に多いお茶を持ってて、左手に多いお茶を持ってて、全く同じ多いお茶を持ってて、下里さんどっちがいいですか。左って言いました。いや一緒だよ。めちゃくちゃゾッとしましたね。どっちも同じ飲み物持っててどっちがいいですか。ゾッ、恥ずかしいよ。恐ろしいよ本当に。もめちゃくちゃ怖かったです。失礼しました。まあということでですね、まあよかったなと思ったらチャンネル登録高評価コメントなどもよろしくお願いいたします。ちょっと今日は何も編集してみないとね、何かあるとかもわからないんですけれども、まあ今のところ何もなかったなということで、ちょっと期待した方申し訳ございませんでした。また次回を楽しみにしていただけたらなと思います。ということで本日もありがとうございました。